にちは。こんちくわ。ちょっと皆さん、今日の17時からイベント開始なんですけど、のあぴちゃんは18時以降しかちょっと予定の関係で配信ができないので、そこでちょっと「キラーきら星」と MP を、ショーホールドをね、止めて置いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なので、そこでね、一気にのぴちゃんにダダダって投げてほしいので、ちょっと今はね、何も投げられない状態だと思いますので、投票モードにしました。 MP、 MP はマジックポイントって言ってるんですけど、ショーゴールドです。 SG にしとくか、そっちの方が分かりやすいもんね。こんにちは。で、皆さん、デイリーミッションというものが、新たな機能で出たんですけど、昼と夜、午前と午後があるんですけど、ね、これでもらえるものは無料のショーゴールドが140ゴールドいただけるのと、キラキラ星が200個いただけます。そこ、まあ500個だ。最初の500投げないと、ゴールドもらえない？あれ、投票でもダメなのかな？投票でも多分何か、ライバーに何なの？最初の 500？ 投げないと。その15時に切り替わります。そう、キラキラ星もポイントになります。コメントの50件の精度と、無料のお星様は 99×5 個と、種さんはなくなっちゃったので、投票でもらいました。よかったよかった。そうで、デイリーミッションの、達成方法、例えば自分の画面がこれだとして、携帯がこれだとしますね。でライバーが映ってますね。そしたら縦向きの状態だと、人、なんかコメント、で旗、雷のマークがあると思うんです。このマークが一番ここに出てくるので、そこをタップしていただいて、そうするとこのような画面になると思います。そう、うまく更新されない場合はこの繰り返しボタンみたいなのを押してください。そうすると、笑顔のぴちゃんめっちゃ笑顔なんです。
で、あのデイリーでここに丸月何日何時からっていう、昼と夜で分かれるんですけど、月と太陽のマークがここに現れると思います。多分今は、昼なので太陽のマークになってると思います。でここにね、ここは達成したら達成という風になって受け取るっていう風になるので、ぜひあの受け取ってみてください。で自分のね他の端末であの自分の配信を見てみると、今ね挑戦中っていう風にあのなっている方とかはいらっしゃると思うんですけど、その例えば今投票をしてあのライバーにギフトを送ろうでいけたら、受け取るっていう風になるので、それを受け取り済みになるまであのきちんとタップをしていただけると嬉しいです。そう、15時にリセットされるので午前の部のミッションを皆さん今からね達成しようということで、まずね第1ミッション、配信を視聴しようで、10人の私含めて、10人の配信を30秒以上30秒ぐらいずつ、見るんですけど、ここで一つ注意点があって、30秒ずつ見た時に必ずその部屋で受け、そのミッションをたあの受け取るっていう風になるので、まとめて受け取ることは不可能なので、皆さん、必ずそのライバーの方の配信を見たらそこで、ミッションの、1小ゴールドをいただけるんですけど、1ゴールドを必ずいただいてください。そこから他のライバーの方へ移ってください。毎回これをやらなきゃまとめて受け取るっていうことは本当に不可能なので、見たら受け取る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 みたいな、そういうちょっとこまめな作業になるんですけど、ぜひそれでよろしくお願いいたします。ここに一つ注意点がございます。2つ目、ナビにコメントをしよう。固定コメントでも大丈夫です。ナビちゃんしかとか、今日の17時から燃えるみたいなやつとかでいいので、一つナビちゃんにコメントをしたらいただけます。で、3つ目、ナビの配信を見ようでキラキラ星がね、500個いただけます。はい、なのでそれの100を、イベントの時になったらナビちゃんに投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。うん、まとめて受け取れるよ。私受け取れなかったんですよ、実際自分で試してみてて。そう、受け取り損ねたと思って69ゴールドになったんですよ。そう、あれそうなの、端末によってまた違うのかな。デイリーミッションの達成方法を話してます。まとめ可能、うっそん、あ、そうなんだ。じゃあまとめられる方はぜひまとめて受け取ってください。多分その方が楽だと思うので。はい、あ、そうなんだね、すごい。まとめて OK なんだ、ありがとう。自分全然ダメだと思ってた。なるほどね、ありがとうございます。謎だよね。なるほどなるほど。はい、そして4個目、のぴにギフト送ろう。これは本当にギフトっていうと小ゴールド何か投げなきゃという方も多いと思うんですけど、今の投票で受け取れるみたいに本当に何でも大丈夫です。キラキラ星でもこういう投票のやつでも全然大丈夫なので、何かしらナビちゃんに投げていただけると、このねミッションを達成することができます。そして皆さんこれのミッションをそれぞれ全部達成しますと、ミッションを達成しようっていう大きな30ゴールドいただけるものがあるので、それが一番大事なので、それを達成するためにこの4つのことを必ずやっていただけたら嬉しいなと思います。
でミッションを達成すると30ゴールドを受け取れることができます。そしたら、昼夜で2回あるので無料で140ゴールドも手に入ります。イエーイ。でこれに、期限がありまして期限がありまして はい、小ゴールドは2日間の、期限付きなので皆さんこれは気をつけてください。その間にナピちゃんに全て、それ無料の小ゴールドやキラキラ星はナピちゃんに全て投げてください。よろしくお願いします。ナピちゃん以外のところで投げるのは絶対ダメですよ。そしたらナピちゃんのあれが消えますからね。ピシが皆さんのところに来ちゃうかもしれないから皆さん気をつけてね。はい、で前の大星様の時は3時間でなんか回さなきゃとかそういうのがあったんですけど、今回のイベントに関しては昼夜で分かれてるので、あの朝やって、でちょっとデイリーミッションを達成していただいて、そこでもうのびちゃんのところで投げていただいてみたいな。で今日の5時までに15時で切り替わるので17時までにこのミッションを達成しておいてください。そしたらもうすぐにのぴちゃんのところで投げることができるので、今もちょっとやりつつ15時までにこれを午前の分のやつをやって、15時以降に17時までに夜の分をデイリーミッションを行ってください。よろしくお願いします。あー水着かもしれないね、どうかなわかりませんよ。はい、そうなんですよ、本当に無料でねゴールドがいただけるので、ぜひぜひのあぴちゃんに投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。これがデイリーミッションの達成方法でした。わからない方はねぜひスクショして、ありがとうございます。わかりやすいですか、よかったです。ナピちゃんのルームに来てくださった方はデイリーの合計、無料の小ゴールド140ゴールドやキラキラ星をね200個ナピちゃんに投げていただけると嬉しいです。そう、1日の合計でこれを投げていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。うん、あ、そう、ありがとうございます。豆知事さん、ナピちゃんのところでちょっと助けてほしいです。よろしくお願いいたします。今日の17時からナピちゃんのところでぜひ投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あとフォローボタンをここのねハートマークがあると思うんですけど、これフォローボタンなのでこれをピンクにしてから、していただくとのぴちゃんの通知が届くと思いますので、そこでぜひのぴちゃんの配信に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。うん、12時間でない、あーあーあああ、そう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 、140ゴールド貯めて15ゴールドかけるもう10連みたいな、そうだね、その方が皆さんにもう一つお願いしたいことがあって、そうデイリーミッションがあると思うんですけど、キラキラ星はギフトなどはなるべく10連で投げていただけるとありがたいです。10連で投げると何がいいかっていうとポイントが 1.2 倍になるんですよ、その10連のそのゴールド分で。タワーの方とかはもう充電しなくても大丈夫っていう風になったんですけど、500ゴールド以上は多分大丈夫、でも不安な方は充電でよろしくお願いいたします。はい、皆様17時以降はキラキラ星やギフトは全て充電でしていただけると本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。ポイントが 1.2 倍になって、ポイントがね
そう高くなると順位もね高くなりやすいので、ぜひよろしくお願いいたします。でまあ不安な方はね500も充電で大丈夫なんですけど、多分そうなんかそのそれも全然大丈夫なんですけどで多分ショールームの方がいろいろと計算してくださると思うんですのでまあそんな感じでよろしくお願いいたします。うん、ありがとうのぴちゃんの勝負、ありがとうございます。けいさん、のぴちゃんのところで17時以降に投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。5時以降です、夕方の。ありがとう、あ、ありがとう、今日17時から嬉しい。チョコミントさん、おー、ありがとうございます。はじめまして、ちゃんとありがとう、のぴちゃんの応援よろしくお願いいたします。そう、キラ星に関しては貯める期間がないので、17時またリセットされちゃうんですけど、またねすぐに500キラキラはもらえるので、はい、大丈夫です。そう、今日の17時に集合です。初めましてではないな、多分な、チョコミントさんね。初見さんの山さん、はじめまして、ナビです。よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらもフォローボタンポチッとよろしくお願いします。今日の17時から STU48 のソロ写真集の制作争奪兼イベントが、制作兼争奪イベントがございますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。デイリーミッションを達成してナピちゃんに投げてください。他の子に投げるのは現金です。よろしくお願いいたします。頑張ろう。ね、今日はちょっとね17時からって書いてあるんですけど、多分18時からにしかナピちゃん配信できないと思います。18時から19時半、18時からね配信しようと思うんですけど、でもこの配信時間はちょっと必ずしも18時に始められるっていう風にはのぴちゃんちょっとできなくって、約束は不可なんですけど、なるべく早くその時間帯に始められたらいいかなっていう風に思っております。18時しっかりに始められるかもしれないし、その18時より多分ね遅れちゃう可能性はねちょっと大なんですけど、すいません、はい、よろしくお願いいたします。あと皆さん、自分の私のプロフィールからプロフィール欄を見ていただけるとありがたいんですけど、そこにね今日の今回のイベントのことに関してとかも書いているので、見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そう、1日3時間までっていう風になっているので、痛い、はい、ちょっとねその3時間の中で頑張っていけたら、頑張るって感じでやっていきます。こんにちは。なので皆さん、デイリーミッション本当に大事なので、達成してのぴちゃんに投げてください。18時以降によろしくお願いいたします。達成はなるべく早くしよう。そしたらアナビちゃんのところですぐに投げられる。オッケー。こんにちは。はい。今回のイベントで1位、2位、3位にもしアナビちゃんが入った場合は、最終審査に
進むことができます。面接官がいらっしゃると思うんですけど、その最終審査で選ばれたたった一人がソロの制作写真集に写真集の、制作権がもらえてできます。だから研究生の中で、ね、その制作できるのって一人なので、そうまずは最終審査に進めたらのびちゃんは嬉しいです。はい、そう、それも本当に大事な一つの目標です。のびちゃんしか、イエイ。そう、3位以内にははい、入りたいです。そう、うん、うん、そうそうそう、1位でも最終審査でダメだった方とかをのびちゃんを見てきてるので、そうなんですよ、先輩方でね、そういうのがあって、誰が選ばれるか本当にわからないので、そう、1位の方じゃなかった時もあったのでね、なのでちょっとね、これはねめちゃめちゃ頑張りたいです。でもなるべく1位に3位の狙って頑張る。うん、ありがとうございます。写真集出したいぞ。どんな感じになるのかちょっとね不安でドキドキなんですけど、うん、そう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 、説明は後ほど。 ありがとうございます。うん、そう、ちょっとね、いろんなのびちゃんを見せつけていきたいと思います。最終審査は、あはは、うふん、キャン、キャーイーみたいな、そんな感じのとかね。そう、多分なんだろう、今回のイベントは1位でも3位でもなんだろう、その変わらないのか、その順位が影響するのかは全然私は分からないので、その審査平等に行われるのか、順位によってそのなんだろうが影響してなんだろう選ばれるのか全く分からないので、そう、ジョイの方のね服がたくさんもらえるのめちゃめちゃ嬉しいんですよ。私服は大好きなので、服と靴、ファッションがとても大好きな人なので、ちょっとね頑張る嬉しい。そう、全然なんか、そう、そこのブランドのスカートがこの間の私がリュウでちょっとスリットが入ってるスカートあったじゃないですか、あそこと同じブランドの服なので、なんかちょっとねドキドキワックワックみたいな感じのものですそう、ベストを尽くすのみです。狙うは1位です。だってね、狙うは1位、洋服40着洋服が欲しいっていう風になってるうん、洋服もねいただきたいんですけど、やっぱり一番はソロ写真集を、はい、出すことが目標なので。あ、そうです、カラーズのものです。あれはね、そう、カラーズと同じ服なんですけど、そこと同じブランドのものらしいです。イエーイ。うん、今はね星投げなどは、星投げ、SG ショーゴールドは控えてください。午後に18時以降にのびちゃんに全て投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、ね、魅力ですよね、魅力的そう、お話し会でもねたくさん着れるし、やっぱりその写真集のね内容とか今ね実は結構自分の中で結構考えてて、そう、昨日ファンの方からリクエストいただいたやつとか、そう、もちろんやってみたいし、
そうそうそう、なんか、ああ内容秘密だったそれ、ブランド、まあでも何もまだ言ってないから、うん、ねえ収納するの、まあ自分の衣装部屋がちょっとパンパンになりそうですね。うん。ツーショットのこちら、そんな。のぴちゃんはね、皆さんのために綺麗になっておしゃれをしているので、そうですよ。うん。そうそうそう。うん。そうですね。部ごとにね、他の時間でね、お洋服変えられそうですね。あ、ひま太郎さんありがとうございます。大事ですね。あの皆さんこれも大事です、一番大事と言っても過言ではない、SMS 認証っていうものがありまして、知らない方も多分いらっしゃると思うんですけど、 SMS 認証とは、自分のマイページから設定の画面に行って、そうすると電話番号登録というものが一番上に出てくると思います。そしたら自分の電話番号を入力していただいて、そうしますと SMS 認証が完了になるんですけど、完了になった合図は、例えば、今はね自分の私の配信を見に来ていただけると嬉しいんですけど、自分がちょっとコメントをしてみて、その自分のコメントをタップしてみると、 SMS、緑マークの SMS チェックっていうマークがつくと思うので、自分の名前の横に緑マークがつくと思うので、それが出てきたら完了の合図なので、皆さん、はい、近所のそば屋の番号、あの多分まあ、うん、なるべく自分の番号を登録していただいた方がきっと大丈夫なはず。なんかトラブルあった時にその蕎麦屋に多分電話がかかっちゃうかもしれないから。ついてた、そう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 、ついてる方はね全然大丈夫です。自分のあの例えば何、自分のその例えばちょっとコメントをしてみて、そこを自分でタップしてみると SMS ってついてるかついてないかが分かるので、よろしくお願いいたします。で、あ、セービンさんとか今コメントしていただいてる中でと言うと、その例えばそのちょっとね、あのコメント自分で今押してみてるんですけど、セービンさん自分でコメント押してみて、なんか緑マークが横についてないから、もしよければ SMS 認証を必ずしていただけると嬉しいです。そう、自分でね、もし壇上にいる方だったりするとトンリーさんとか、そうそうそう、ちょっとね今ランダムで押してるのであれなんですけど、あとクリオネさんとか、そうそうそう、してない方もねいらっしゃると思うので、皆さん必ずお願いします、よろしくお願いいたします。うん、あ、僕俺はついてるぞ、偉いです。あのついてる方はそのままで大丈夫です。必ず、もしよろしければ必ず、はい。絶対に大事なのでよろしくお願いいたします。お願いします、めちゃめちゃ大事。このイベントでポイントが加算されなくなっちゃうんですよ。そう、どんなに応援していただいたとしてもポイントが加算されなくなっちゃって、とても悲しい事態になってしまうことがあるので、はい、皆さん必ずお願いします。 SMS 認証設定の画面からお願いします。こんにちは、
そうそうそう、緑マークがついてるなら OK です。あー、イルファンさんとかも、あら、皆さん SMS 認証してください。してないと困ることがね、たくさんあるのでね、みんな大事だよ。 SMS 認証めっちゃ大事。あさみさんとか、そう、ちょっとね、見えるんですよね。うん、 OK です。よかったです。こんにちは。しんべえさんもぜひ SMS 認証してなっちゃの、よろしくお願いいたします。あの、うん、ポイントにならないのとてもね悲しいので、うん、あ、あやさん、のあぴちゃんにもバッチリお星様をぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。うん、うん、あ、そうなんですね、マスクさん、あ、ぜひあのよろしくお願いいたします。マスクさん、ありがとうございます。ナビシャの応援よろしくお願いいたします。こんにちは。そう、ナビシャでちょっとね、 SMS 認証警察に、ね、まあ、多分イベント中もなると思います。まあ、皆さんしてくださってることを信じて配信するので、そう、私さん分かっちゃうよ。ナピちゃんの応援よろしくお願いします。うん、通常配信を反映されてもイベントのなんて通算がされません、加算がされません。え、そうなの、どういうこと、あら、なんか加算されない。うん、ミッション開始の時間が遅すぎると、そうそうそう、ポイントをね全て集めることができなくなるため、はい、よろしくお願いいたします。早めにミッションを達成してください、お願いします。うん、へえ、保険見たらゼロポイントの人がそうなるよ。なるほどなるほどなるほど。今日、そう、キャタルさん、今日17時からよろしくお願いします。ありがとう。最終日もね、なるべく頑張るぞーって感じで頑張っていきます。よろしくお願いいたします。私はこのイベントの中で結構不利なので、8時までしかできないっていうものすごく不利な状況なので、一番不利なんですよ、この研究生の中で。だって他のメンバーさんは全員9時以降24時までできるメンバーがたくさんいるので、ずるいですよね。まあここはまあ年齢の問題なんですけど、ちょっとね、その中でもまぴちゃんは3位に入りたいっていうので、一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いいたします。やっぱね、何がなんかその良くないかっていうと、会社員さんが見る時間帯に8時って配信できないんですよ。8時までってなかなか見なかったりするんですよ。9時以降は見るんですよ。だからそこが問題、一番の。そう、だから会社終わった、仕事終わったっていう時に見たら、ちょうどナピは終わっちゃうんですよ。そう、だからそう、ゴールデンタイムに配信ができないっていうのが一番の良くないポイントでの一つですね。
そう、仕事なのよっていう方がやっぱ多いので、そう、配信の時間帯で違いがものすごく大きくて、今までそれをずっと経験してる身なのでわかるんですけど、もうね、そう、配信時間は平等なのに配信の時間帯が違うだけでこんなにも違うのかっていう風になるので、あの、皆さん自覚してますよ、もちろん。だって私はそれでものすごく悔しい経験を今までしてきてるので。そう、9時がちょうどいいんですよ。だから10時もできるメンバー、10時以降とかもできるメンバーとかすごく羨ましくて、そうなんですよ。なので、ピラッパ、これはナビちゃんの泣きながらのお願いです。あの、ナビちゃんはこの中で一番不利なので、8時までという時間なんですけど、本当に短い時間でもいいので、ナビちゃんの配信を見に来て応援をしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうなんですよ。そう、8時にね、レッスン終わった後できる人っていうのが、そう、ほぼ全員なんですよね。だからなんか、あの、もし8時までレッスンが入ってしまった場合は配信できないっていう、なんか、うん、配信させたこれっていつも思ってしまうので、そうそうそう、顔かわいいな、フォローしてありがとうございます。あやなおさん嬉しい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでリオツはね、9時までもう OK なので、15歳なのでね、私まだ14歳なのでダメなんですよね。そう、だからもういいなーっていう感じです。やっぱ一つ年齢が上なのでね、最終日はね同じ時間で終わるんですけど、それまでのね期間が1週間もあるのに、それですごく差をつけられてしまうから、これはもう自分でその時間までになんとか足止めをしないとダメそう、あの、だからもうすごく難しい。11月11日です。まだまだ先は長いぜ。うん、その辛いたんです、本当に。そう、写真集できるんですよ、1、2、3位の中で、もし入ったら。だから1位を目指そうね、うん、そうそうそう、他のメンバーの足止めをしてからそう、そこからまたナピちゃんはその、またきっと夜に、あの、順位が下がっちゃうっていう風に予想してるんですよ。だからそのまた8時までの時間で他のメンバーの足止めをしてみたいなまあそんな感じでちょっと頑張っていけたら嬉しいなって思います。キラボシはね、今じゃなくてね、18時以降に今日は投げていただけると嬉しいです。今日のイベントが、あの、そうなんですよ、今日のイベントはね17時からなので、私はね今日ね16、18時以降しかできなさそうなので、はい、その時間で、あやなさんぜひよろしくお願いいたします。ひろぴぴです。うん、そう、諦めないそうそうそう、一生懸命頑張りましょう。あの、超重大は本当に STU48 のファンの方の皆さんが、あの、全ての方が応援してくださったおかげで奇跡が起きたんですけど、でまたさらに奇跡が起こり打ってしまったので奇跡なんですよ。そう、奇跡の連続が超重大だったんです。でも今回は STU48 のメンバーが応援、あの、その、応援してくださいっていう風にそれぞれ言ってるので、それぞれのファンの方々がその子についてしまうので、今までとはちょっと違う、超重大とは全然違う風なその感じになってしまうので、そうなんですよ。だから先輩方のファンとかも応援しに来てくださったけど応援しに来てくださったけど、その先輩方のファンも今回はその先輩方に行ってしまうので、ナピちゃんのところには、そう、
またね、ちょっとね、まあね、残念ですっていう感じです。そう、今日の17時からありがとう。そう、なのでその中でものびちゃんは一生懸命頑張ります。うん、ありがとう。2番目に可愛い、1番になれるように頑張る。1番目に可愛いって言ってもらえるように頑張るね。こんにちは。はい、ということでね、こんな感じでちょっと一通り一旦説明は終わったんですけど、何か不明点などがもしあれば教えていただけると嬉しいです。多分ね、今ので若干不明点も解決されたと思うし、うん、嬉しい、かもしれない。やったー、ありがとうございます。そう、なんか平等な、なんだろう、実力勝負とかではなく、ハンデ戦なので、そう、なんだろう、一番不利な中のアピちゃんは一生懸命頑張るという話です。そうなんですよね。配信時間は朝の、土日は夜の8時までです。そうで、キセキさんはのアピちゃんの配信のプロフィールを見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そうねえ、ナビちゃんなんでこんなに可愛いんですか。うん、そんな嬉しい、何も出ないぞそんなこと言っても何も出ないぞ。ナビちゃんからの愛は出るかもしれないけど、ありがとう。うん、はい、恵方巻きとそば食べるよ。お、いいね。恵方巻き、ちょっと夜食べようかな。今日ね、一応ね、節分だもんね。ちょっとね、今からじゃなくて、それはそばだけにしといて。切っておけ。取っておく。オッケー。アイデアはお腹は膨れません。膨れるわよ。のぴちゃんからの愛は。お腹満杯になるぐらい強いので膨れます。うん、そう、まあ、いろいろとあるんですよ、年齢が若いとっていうのもあるんですけど、皆さんよろしくお願いいたします。鬼退治の映画見てきます。あー、いってらっしゃい。ミッション達成するんだよ、絶対に。映画楽しむのも全然大事だけど、うん、そう。そして18時に必ず戻れ。鬼退治の映画楽しんでこい。必ずのぴちゃんとかに戻ってこい。 OK かならいいぞ。うん、あ、そう、諸葛孔明みたいでしょ、名前かっこいいでしょ。姓はモロクス、名はノア。あ、待って、久しぶりになるな。姓は諸葛、名は亮、浅縄だ。あざなは三月ノアでございます。よろしくお願いいたします。そう、モロクズノアです。めっちゃ懐かしいよね。一番最初の頃にずっとやってたものなんですけど、はい、そうさ、なやっぱね、最初ね、ショカツって読む方がねとても多いです。うん、1年以上聞いてないですね、確かに。あざな、はい、あだ名をあざなと言います。
ご本申し遅れました。私の名は清和もろくず、名はノア、あざ名は三月ノアでございます。よろしくお願いいたします。はい、そうそうそう、で本当に 名は、コウメさんも隠してるんですけど、そう、姓は諸葛、名は亮、あざ名はコウメと申しますっていう風におっしゃってるんですけど、そう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 、それで名は隠して諸葛コウメっていう風になっております。多分ジって書いてあざなって読みます。はい、だからあだ名みたいな感じじゃなく、そうなんです。確かに初めて見た方も多分いらっしゃると思います。本当に全然当てなかったので、パリピコーメーのネタです。パリピコーメーちゃんちゃん、あちけちけバンバン、今ね実写版もねやっていらっしゃってて、そうで、その前にちょっとねアニメ版みたいなのでずっと見てて、そう、そうそう、あ、そうそうじゃない、待って待って、ごめんなさい、急に来金急に来金、ごめんなさい。いや、そうそうっていうキャラがいたんですよ。やばい、めっちゃ恥ずかしい。そう、そう、足が速いのよ。そうそうってめちゃめちゃ足速いんですよ。うん、そう、来金のですね、はい、ごめんなさい、間違えました。あ、一応やってますよ、たまに、めっちゃたまになんですけど、そう、ゾンビはもう最近全然出てきてないです、残念ながら。三国武士です、やってます。うん、あ、禁止したことあったっけ、あ、なんかの理由で多分それは何か起こったじゃない。うん、そう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 、劉備劉備、それだよ、劉備だよ。多分あれじゃない、ちょっと2人とかいたんじゃない、うん、それでなんか言ったんだと思うよ、その配信の時は。ふふふ、さん嬉しい、かわいい、やった、リッチャッキーズさん、ありがとうございます。初見さんのアピです、よろしくお願いします。14歳です、中学2年生です。こちゃんフォローボタンポチッとよろしくお願いします。18時からの応援よろしくお願いいたします。今日イベントです、ヨロピピです、星と小ゴールドお待ちしております。貯めておいてね、名前読めなかったです。そうそう、そういう方も、ね、もちろんいらっしゃいますよね。電話越しとかめちゃめちゃやばいんですよ。モロクズモアです。たまにボロってボロって言われる方がいらっしゃるんですよ。え、モロクズ、あ、モロ、なんですか、クズって、だからクズだけ言うとちょっとねあれだけど、モロクズノアって言うと、ノアもノアでモアさんですねって、ノアですって、そう、ノって言わないと本当にダメなんですよね、電話越しって。ものすごくだから知ってる人は、そう、クズ持ちのクズです、その通り。ハヤトさんに名字のことで、あ、全然全然いじられなかったです。そうそうそう、とりあえずね、モア受けるでしょ、モアなかな。そうそうそう、
知ってる人だったら、あ、モロクズさんですねっていうふうになるんですけど、全国に、そうなんだ。え、でも中国めっちゃ多くないですか、諸葛っていうふうに入ると。モロクズっていうのはめちゃめちゃ少ないと思うんですけど、うん、もうやめて、わからん、誰ってなるよ私。うん、ああ初めて知った。うん、なかなかいないもんね。うん、わかる人一人しかいなかった。そうなんだ。そう、ハワイ語の音から撮ってますのはいいでしょ。ノアの箱舟からも撮ってます。ナミョンもね、ノアの箱舟って言ってるから同じ由来なのかな。もう同じノアだとね、確かにそのいう可能性は結構高いよね。ナビの箱舟です。うんです。ということで、そろそろね、あの一通り説明は結構ね長い配信になってしまったんですけど、ありがとうございました。終わりたいと思います。終わります。うん、そう、ハワイ語で自由ですね。ああ明日、ね、明日は2月4日、オンラインお話し会なので、そう、オンラインお話し会なのでね、ちょっと朝をちょっとやって、多分夜またやるみたいな感じ、朝と夜で多分分かれると思います。お話し会よろしくお願いいたします。おしもしのびよろしくね。えほまきん、夜食べるからみんな取っといてね。ありがとう、けんさん。また後ほどですね。はい。それでは終わりたいと思います。ちょっとね、壇上乗りをさせていただきます。それで、お七瀬ほこんちさん、ありがとうございます。なっぴちゃんに夢中だね。聞いたことあるような。ぜひ、サタンさんだけありがとうございます。セーラー。イルブイズメリーさん的ありがとう。テンエズサトゥーさん、ありがとうございます。ナインエズ YSK さん的ベリマチ、ありがとうございます。エイエズシャームさん、ありがとう。セブンエズ泣きがらさん、ありがとうございます。ウルブさん、Thank you very much、 ありがとうございます。フィッアワオアさん、ありがとうございます。フォーエズクリオネさん、ありがとう。SMS 認証よろしくお願いいたします。セイエズツキヨさん、ありがとう。セカンエズユウさん、ありがとうございます。ナピちゃんのこともしてね。ダイソン的ありがとう、おめでとう。ズッキュンさん、いいでしょ。でちょっとね、今日はね投票だけだったのでね、壇上が新鮮な感じですね。なかなか、そう、壇上にいらっしゃらない方とかもたくさんいて嬉しいです。ありがとうございます。今日はちょっとね、配信と、投票してくださって、ありがとうございました。
今日は18時以降にやると思うので、ぜひともよろしくお願いいたします。まだにありがとうありがとね、バイバイ。ではまたまた18時以降に会いましょう。イベントよろしくお願いいたします。ミッション達成したいでね。夜の分も昼の分も合わせて70ゴールドずつで140ゴールドいただけるよ、無料で。バイバーイ。 See you.